はい、おじです。さあ、9月4日、朝8時半です。ね、ニュースを見てね、ちょっとびっくりしました。元ビッグモーターのウィーカーズ、女性店員が店舗バックで突っ込んで破壊したっていうね、お店をね。で、お客さんにも怪我を負わしたっていう、まあ、この事件がありました。ね、事故ではないの、これ事件だよね。でこれね、面白いのはメディアはすごくちっちゃく扱ってるっていうこと。これすごいでしょ。こんな分厚いガラスをね、粉々にして店舗にね、突っ込んでお客さんに怪我を負わしたっていう、まあ、そういう事故です。これお客さんがじゃなくて店員がだよ、ね。まあ、よっぽどストレスが溜まっていたのかもしれないけど、ね。はい、ウィーカーズ店舗に車突っ込む、商談中の女性怪我、滋賀守山ということで、3日午後1時10分ごろ、滋賀県守山市、これ瑞穂町っていうのの自動車販売店ウィーカーズ琵琶湖守山店の店長から、ショールームのガラスが割れて女性が手足を切ったと消防に通報があった、ね。でこれが本当だったらすごく悪意があるよね。本当に悪意があるよね。要は店員が車ね、お客さんの車バックして誤って突っ込んできたって言えばいいけど、ショールームのガラスが割れてて突然割れたような言い方だね、これね。すごく悪意があるね。県警守山署などによると、同店の女性従業員25、免許を取り立てでもあるまいし、ね、が店舗に隣接していた駐車場で客の車を運転してバックで駐車しようとしたところ、同店舗に突っ込んだ、ね。従業員が車の操作を誤るってあってはならないし、ありえない、ね。別に従業員でなくてもありえない、ね。本当おかしい話だよね。で店舗内で商談中だった女性74がガラスで両腕に切り傷を負ったり、頭部を打撲したりした。そりゃ大変だよね、あんな分厚いものを起こってくればね。女性は命に別状はなかったが病院に搬送された。同署は事故原因などを詳しく調べているということです。でこれがね、今の時代に常識では考えられないような店舗の作り、そして、要はビッグモーターをね、あれどこだっけ、伊都町だっか、どこだっかね、どっかがまあいい商売道具だからね、買って儲けてやろうっていうね、まあ、そういうつもりでね、やったと思うけど、結局何もなんていうかな、形だけ看板だけ書き換えて実は何もしていないっていう、商売のいろはの命をやっていないっていうことがね、この後分かります。でこの琵琶湖守山店っていうのをね、皆さんも調べればすぐに出てくると思います。これがオフィシャルページです。でこれから見えることはおそらく ここだよね、ここであったろうっていうことがね、大体もうここかここぐらいだよね。でこんな感じになってる。そうするとこういうところに車がね止まってるなっていうのが分かるんだけど、これ見て何か思わない？そうなんだよ、車が止まってるところに車輪止めがないんだよ。どこにでもあるじゃん。でコンビニだろうがなんだろうがさ、この店舗の前ってこういう鉄のね、こういうのをつけたりとかさ、あと車輪止めは必ずあるじゃん。いろんなね、まあお客さん用の駐車場もあるだろうけれども、いろんなお客さんがいるし、
あのあるよね、普通守るために。そうでしょ。でそれがねないんだよ。これお店として店舗を作るときに最低限配慮すべきね、安全への考慮、これどこでもやってることで常識で考えられないことをしている。でそのビッグモーターからウィーカーズに変わっても徹底して一からそのどんなものをね、要は自分たちのものにしてどういう状況なのかっていうのを全くチェックも何もしないってことだね。そのまんまの体制で、ああ名前変わったから、はい看板変えてしてね、はい頑張ってって、もうそのまんま、あのこういう体質が浮き彫りになってると思うんだよ。これで車止まってるところに車輪止めがないね。でお客さんの商談するところにあのガードするものがない、ね、こんな危険な建物今時あったんだっておじいがねびっくりした、ね、ここはこういうガラスだからちょっと違うかもしれないけど、ほらこう前向きにこうなってもねないんだよ。これね白線だけで、ほら多分おそらく突っ込んだのねこういうとこだと思うけど、ほらみんなこんななって置いてあったりさ、こんななって置いてあったりしてさ、これ怖いよね。こういう店舗ってすごい怖いよね。あの本当にガラスなわけじゃん。ガラスだから何が来るかわからないじゃん。であのいろんなほらテロとかね、いろんな犯罪者もいるわけで、あのまた恨みをね、晴らされておくべきかで仕込んでくるかもしれないし、こういうところってガラスのこういう一枚のところってこういうのが普通あるじゃんね。えあんまないんだねこういうところってね。もう車輪止めないんじゃないのこういうとこって。だから結局車あのバーって置いたりするのに邪魔だからね、あのないのかもしれないけど、ね、怖いよねこういう店舗。ここら辺はこれあれかな、柵があるのかな。奥側の白線だよね。ここら辺は鉄の柵じゃないよね。ここはなんかこれはあれか、これ窓だよね。あ外側にこれなんか細いのがあるよ。あこれ違うね、これ窓の枠だね、これね窓枠だね、これ外じゃないね窓枠。うん、でやっぱりねあの危険な店舗なんだよ。通常だってね、あれ、こういうところからこう何も見えないもんね、ほら、普通にこうなってて、なんでだけに突っ込むんだろうね、本当。うん。うん、やっぱりね、車輪止めがないんだよ。ちょっと鼻声だね、おじいね、風邪ひいたね。そうなんだよ。昨日はそんなに暑くなかったんだよ。あの、まあ、アイスの影響もあるかもしれないけど、窓を開けて普通にあのスッて寝れたけど、風邪ひいたかもしれないな、ね、ということで、ウィーカーズはね、あの車輪止めがない、だから
突っ込んでガラスを割る。これね、そうでしょ。この車に並ぶつもりだったかどうか、まあ、ちょっとこう遠近感があれだからわからないけど、どの道こういう柵もなければね、車輪止めのあのコンクリートのやつもないんだよ。で、まあ、車屋だからさ、そのなんていう、車庫端の車だとさ、あの擦るからほら因縁つけないじゃんね、スポイラー壊れたらどうのこうのして。でもそもそもそういう車を扱ったらいけないっていうね、あれがあるはずだからね。これを見て一発で思ったんだよ。これはあの女性店員のねテロ行為かなと思ったんだけど、でもその前にこれはお店側の過失だよ完全に。まああの従業員だからね、勤務中だから、まあ、お店側の過失にはなるんだけど、それにしてもこういうことが起こることはどんな建物でも想定してるわけじゃん、ね、だからこういったあのこういったものを防ぐための車輪止めと鉄の柵がないっていうのは、これは本当常識では考えられない。でましてやね、今回のお客さんがこれ74歳でしょ、これね、高齢のお客さんだって来るんだよ。そうでしょ、高齢のお客さんはそうなんだよ、突っ込むんだよ。で特にあと高齢のお客さんってさ、あのプリウス乗るじゃんね、だから余計にそういう可能性が高いわけじゃん。で特に車輪止めと要はバリアの鉄柵で守らないとこんなことは起きるの当たり前じゃん。そうでしょ、だからずさんなビッグモーターだったら考えられるけど、結局新しい体制でって言ってもそういうところを全く見直さないんだね。あの必要最低限ちゃんと店舗として要は最低限のことはちゃんと整ってるのかなっていう、そういうところのチェックを何もしない、ね、だこういうことはどこでも起きる。怖いね本当。で働いてる人間はねほとんど入れ替えなしそのまんまなわけでね、結局そうするとまあ、悪いことをしてた要は体質のその性格の人たちがそのまんまっていうことだしね、やっぱり怖いよ怖い。ビッグモータービッグモーターだけじゃないけど怖いよね、そう思った。まあ本来あってはならないね、あの高齢のお客さんが突っ込んだっていうならまだ話は分かるけど、店員がお客さんの車を移動して突っ込んだってね、信じられないよ、ね、しかも25歳、ね、考えられる？考えられないでしょ。でこれプリウスじゃないからね、これね、これプリウスじゃないよ、これこれなんだろうねこの車。ちょっとこうなってるからマツダの車っぽいね、これね、こうなってからトヨタっぽくはないもんね、マツダっぽいよね、なんかね、うん、もう車見てもみんな同じ形だからわかんねえけどさ、なんかあの ここの感じがマツダっぽいような感じがする、ここら辺がね、うん、ここら辺の感じがマツダっぽいような感じがする。ああフロントガラスもね、これあれでしょ、あのお客さんの車じゃないのこれ、お客さんの車でしょ。ここフレーム歪んでないのかな。であの
うちの方でね修理しますって、だから安くいい加減な修理するんだろうね。ちゃんとディーラーでやってもらえばいいけど、ディーラーでやってもらってそのままね、あの支払いを直接やってもらうようにしてもらえばいいけど、多分うちの方でやるって言い出したらもういいかもだよね、本当ね。で当然修理をするとあの車の価値観は落ちるわけだからね、要は査定額も落ちるわけだからね、その分もどうなるのか、その道やっぱりウイカーズに関わるといいことはないんだよ、まあウイカーズだけじゃないけど、こういう中古車屋は中古の車を買うところであって、だ本当それ以外のお話で行くのは怖い場所だよ本当。でその中古車自体もとんでもないものがね、来て、要は注文してないようなものが来てご了承されるわけだよね。だ本当にいい加減なことばっかしかしてないからね、中古車屋はね怖いよ本当。だこういう大手で買うのっていうのは怖い本当。大手の方がいろんな車が種類があって、でまた安く入りますよなってね、そういう口車があるけれども、いやそんなもんよりもね、やっぱこじんまりやってるところの方がお客さんの注文をしっかりと聞いて、でそれに合ったものをこう探したりとかオークション行ったりとかね探してくるわけだから、その方がね確実だと思うよね本当。怖い話だね本当。おじいがこんなねスイスポこんな風にされたら許せないけどね本当。で両腕と頭に怪我をしたねお客さんね、74歳ね、なかなか治りにくいよ、傷は残るしね本当。で傷が治っても天気が悪くなるとうずくよ本当。そういうことも全然考えないでしょどうせね。ひどい話だなと思う、ね、やっぱりこういう場所に近づかなければそういう災難には巻き込まれないで済んだっていうことだね。怖い怖い。おじいは一生かかんないでしょ。ただビッグモーターはね、デミをどこよりも高額で買ってくれたんで、おじいは直接悪い影響はなかった。ね、手取りで12万欲しいっていう希望を出したんで、でそこになんだか保証ね1万500円乗っけた金額でじゃあ買い取らせていただきますって気持ちよく買ってくれて、ちゃんと役職の期日までに振り込みあったので、おじいはビッグモーター静岡の場合は事務支店かな、ね、街路樹もない場所で、ね、あそこは結構、まあ、よくしてくれたなって思うけどね、うん、おじいはビッグモーターありがとねだったんで、マイナスにはなってない。何か車を点検出したりとか修理出したりとか、あと車を買おうってなるとろくでもないことになったかもしれないけど、とにかくその大手買取屋なわけだからね、中古車なわけだから、だからその高額で買ってもらえばいいんだから、ね、で提示された金額よりも振り込みが少なかったとか、後からケチつけられたっていうね、そういう話もいっぱいあるけど、なんちゃら保証っていうのがね、その車の買い取り価格によってあって、だからその安全な、もう車がちゃんとしてれば、その保証を嫌でも無理やりくっつけてくるんだよ。うちはだってこれがないと、ね、買い取らないぐらい言ってたもん。なんでよその保険っていうのはいらないよって、ね、でもその後にああだった場合こうだった場合はその分ね請求されますっていうから、これつけておいた方がっていうから、そんなのないよあるわけないじゃんこの状態でって、でそのための点検だろうって言ったけど、でも
お付けすることになってるのでって強引につけてきたんで、だったらいいよ、その分、じゃあその分12万から引くんじゃなくてね、じゃあ12万で買うから、保険代があるからそこも引かれて、実際に振り込む金額は10万いくらですって言ったから、そうじゃないだろうって、それそっちの都合でそれをつけたいって、そっちの要望なんだから12万円に対して上乗せして買い取ればいいじゃないかね。そしたらその通り買い取ってくれたんで、そうでしょ、ね、だからおじいは申し分なかったけどね、本当、どこだっけ、15年ぐらい経ったデミオ、何万キロだっけ、5万キロぐらいだか、ね、結構ガタもなくて内装も綺麗な状態で、ね、車種も結構しっかりとしてて、ね、非常にいい状態で、ね、ただボンネット、ボンネットが塗装がね、一回塗装やり直してるんで、ね、それがみんな焼き付けてないから剥がれちゃったっていうだけでね、結構よく撮ってくれたと思うよ、ね、はい、そんなわけでね、終わります。皆さんはどうですか、こういうことがあるとね、ビッグモーターっていうと雑草だっかね、つい最近話題になったよね、雑草、今度は草ぼうぼう、今こそ除草剤撒きようってね、そんなネタで取り上げられてたけども、だって自分家の敷地外のところ関係ないからね、ほんとそこを管理してるところが雑草を取るね、取れよってそこに言うべきであって、別にそこの近くに店舗があるからそこにね、除草剤撒きようとかね、草取りようって、それはお門違いだと思う、ね、はい、そこで終わります。じゃあね、バイバイ。